9月12日土曜日のゲリラ豪雨情報をお届けします。まずは本日いただいた雨の動画リポートをご覧ください。こちら今日大阪府からいただいた報告なんですが、かなりザーザーと雨が降っていて雷もゴロゴロ鳴っていますとコメントを一緒にいただきました。こちらでもこのように今日は天気の変化に油断ができない状況が継続しておりました。雨の降り方要注意となっていますね。そして明日も急な雨には要注意となります。明日の雷雨発生確率ご覧ください。明日は特に東日本から西日本にかけて確率が高い予想となっており、明日も強まる雨に加えて雷にも注意が必要となりそうです。湿った空気の影響を受けて雨の降るところが多くなりそうです。では実際に雨の降るエリア、降水の予想で見ていきましょう。先ほどマップにありました東日本、西日本など注目していきますと、10時の時点で西日本は特に活発な雨雲がかかる予想となっています。時間を進めて見ていきましょう。日中にかけても湿った空気の影響を受け雨雲が発達しやすい状況が継続していきます。特に雨の降り方、雷を伴う可能性もありますしご注意ください。またその他こちらもですね、風のぶつかりなどが影響して雨が降ると予想されているエリアです。東日本や東北でも雨の強まりにお気をつけください。12日土曜日の気象情報をお届けいたしました。